第3回ユーロビジョンソングコンテストは1958年3月12日にオランダ、北ホラント州ヒルフェルスモノアブロスタジオで開催された。制作は NTS オランダテレビサービス。プレゼンターはハニーリップス。彼女はオランダ語だけでなく英語とフランス語も使用した。出場国10カ国、11社ネットワーク。スウェーデンが新規参入し、スウェーデンラジオテレビで 放送を開始した。一方、イギリスはエントリー期限を逃し、2回目の欠場となり、英国放送協会は放送も中止した。このため1956年同様、英語曲のないコンテストとなった。内数字は、出場回数、ドメニコモドゥーニョこの大会では、通信障害が発生した。トップバッターであるイタリアのドメニコモドゥーニョの歌、ボラーレが、 数カ国に中継することができなかった。そのため彼は全ての出場者の後にもう一度歌い直すことになった。結果としてサンデモ音楽サイトの2冠優勝こそ果たせなかったものの世界中の話題として知れ渡ることになった。イタリア国内で80万枚売り上げただけにとどまらずアメリカでも200万枚の大ヒット。 ビルボードホット100の8月18日から5週間連続首位を記録することになった。前年同様、各国審査員は各10名、1人1票、集計結果は国際電話で伝えられた。この大会から投票状況が公正に行われていることを視聴者に見せるためにスコアボードパネルが登場。プレゼンターは、 各国からの報告数を復唱しながら加算した。優勝はフランスのアンドレ・クラボー。フランスにはオランダを除くすべての国が投票。デンマークから9票、オーストリアから7票、イタリアから6票、その他の国から各1票を得た。スコアボード言語イ,イコール、イタリア語ランイコール、オランダ語点イコールスウェーデン語調イコール、デンマーク語読イコール、ドイツ語仏イコール、 フランス語各局曲の歌詞については以下を参照のこと英語版、フランス語版、ありがとうございます。